2007年7月11日、この年にも、新たに465人が埋葬された。立ち並ぶ犠牲者の墓。スレブレニツァ虐殺記念碑は、ボスニアヘルツェゴビナ紛争中の1995年、スレブレニツァで起こった大量殺害事件である。スレブレニツァの虐殺で殺害された被害者を埋葬し、事件を記憶するために建てられた施設である。記念碑は、 スレブレニツァ基礎自治体のポトチャリ地区にある。2003年9月20日に開設され、アメリカ合衆国元大統領のビル・クリントンが立ち会った。建設費用は600万ドルであり、うち100万ドルをアメリカ合衆国が負担した。スレブレニツァの虐殺の被害者は、集団埋設地などから発掘されると、DNA 鑑定によって、遺体の身元特定が行われる。埋葬に、 十分な量の遺体の各部分が集まると毎年7月11日にこの地で埋葬が行われる。ボスニア・ヘルツェゴビナの連邦行方不明者委員会によるスレブレニツァで殺害されるか行方のわからない人物の一覧には8373人の名前が掲載されている。2008年12月までの段階でおよそ5800人の遺体が DNA 調査によって身元特定され、3215人が埋葬された。エド・ブーリャミ・ネルマ・イエロ・チッチ、Most Victims Still Nameless。Institute for a l and Peace Reporting 2005年7月6日閲覧。Federal Commission for Missing Persons《Preliminary List of Missing and Killed in》s l ス,スラブラニーツ e 2005。一覧はにて検証され。 人物特定される、アーカイブされたコピー、2007年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ、2006年12月10日閲覧、メモリアルセンターオブポタカリ2008-3215、ビクティムズオールレディーベリード、AFP レポーティング、ニュースラブラニッツェマスグレーブファウンドインボスニア、コミッション、オーガスト12、2008、ロイター。 スラブラニーツェボディーズアナースドインゴーストビレッジ。ありがとうございます。